第45課1場合は8時45分までに戻れない場合は電話してください。肉が食べられない場合は知らせてください。もう一つ欲しい場合はここへ取りに来てください。風邪の場合は担任の先生に連絡してください。水が出ない場合はトゥーさんに知らせてください。にのに一生懸命説明したのに分かってもらえませんでした。頑張って作ったのに食べてもらえませんでした。漢字の勉強は面白いのに生徒はあまり興味を持たないようです。納豆は体にいいのに外国人はあまり食べません。 SNS は便利なのにお年寄りはテレビの方が好きなようです。